ねえみんな見た n のガールズ b m s g のガールズオーディションのさ番組第1話公開されてるんだけどさ見たまだ見てないよっていう方絶対に見てきてください概要欄にリンク貼ってあるから見てきて戻ってきて感想を共有しましょういや1話からぶっ放しすぎだろうねフルスロットルだよねもうブンブン言ってたよねいや期待感膨らむわこの先どうなっていくのもう30人さね三3次審査に進む30人が明かされてっていう ところまでで話だったんですよ要はね BMSG が新しくオーディションやるとガールズグループオーディションをやるとそれでねプロデューサーにね任命したのが委任したのが、えー、ちゃんみなさんっていうところから、えー、コンセプトのお話から1次審査の様子2次審査の様子そして3次審査に進む30名が決ってここまでを 1>, ね、1話で描いているわけなんですけれども、もう濃いよね、濃すぎるよね、どうないなってんのってもうちょっと分割してもよかったんじゃないってギュッとしてるよねって感じはあるんだけど、多分ここからがね、本番なので、まあ、プロローグ序章ってね、タイトルでは付けられていたんですけれども、いやー、まあ、この中もね、すごいよね、細かいところがね、やっぱ洗練されてるなって感じましたね。まず、ちゃんみなさんの人柄。 印象がすごく変わりましたね。やっぱ僕、チャンミナさん知ってたんだけれども、でもさ、パフォーマンスしてるオンの状態のチャンミナさんをすごく見てきたので、やっぱ強さとかパワフルさ、そこをねすごく見てきたんですけれども、今回ちょっと柔らかい感じというか、温かい感じ、愛らしい感じがすごく伝わってきて、あ、この人なら大丈夫だっていうのをすごく感じましたね。なんかこう、ザ・ファーストを見始めた時のスカイハイさんの印象と似たところがあって、 でうん、この人なら大丈夫だっていう安心感はねすごくありましたしこうオーディションでねえ迎えられているというか、ね、参加者の方が来られた時の,、ね、あのちゃんみなさんの姿勢というか眼差しというかそういう温かいところがすごく好きだなって感じましたね。で今回 BMSG のオーディションっていうところもあるからスカイハイさんもね結構同席されていたというか、ね、一緒に見守っていたっていうのも印象的でしたよね。 でさあ今回のこのオーディションのまずパッケージングが素晴らしくて。 でまずスカイハイさんが言っていた BMSG なのにもかかわらず女性であるだけで契約できていないっていうこの状態が良くないみたいなねことを思っていたっていうのがまずうわ確かになって思ったしそこから始まるこの「ノーノーガールズのコンセプトとかもまず素晴らしいでしょで改めて感じたこの BMSG のオーディションの素晴らしさっていうのが、まあ、1次審査2次審査2次審査から3次審査今回ね3次審査の30名が決まったんだけれども。 ここに進めなかった人たちのことを言及しない、あえて描かないっていうのが、その人たちのね、人生のことも配慮してっていうことだと思うので、それがまず素晴らしいなって思った、改めて。で、今回の特徴的なところが、本当にね、実力、歌、声っていうところにしかフォーカスをしていない、そこしか見ていない、評価していない、それ以外の、例えばビジュアルとか、スタイルとかっていうことに関して何も言及していないし、年齢のことにもさ、全然触れてないし、なんなら表示もされてない、 とね、例えば「誰々さん何歳」みたいなこの何歳の表記がないだから年齢も関係していない。あとは名前も 本名でででささ勝負しなななきゃいけないいけけってううわけでもなさそうですよ、ね、まあこの番組を見ている限り本当に自分が提示したい名前で、えー、勝負されてるんだなっていうのが伝わってくるうん本名とか名前とかもどうでもいいとかっていうのも感じるので本当にその人がね出す奏でる歌声声っていうところにフォーカスされているんだなっていうふうにね感じましたねすごく。 洗練されててていいるオーディション番組だなっっうのが伝わってきましたね本当に見たいものをはっきりとしているし見せたいものをはっきりとしているなっていう風に感じましたね。でさあ、まあ、今回ね二次審査の様子がメインかな、まあ、というかそこがすごくですね印象的に残るかなと思うんですけれども、まあ、個人的にね圧倒されたのは知花さんかな名前合ってるかな大丈夫一回見ただけなんであれなんですけれども。 とてつもないボーカル力を放っていますよね。いや、やばいね。あんな人まだいたんだなって思うよね。こんだけ世の中にさ、ガールズグループってたくさんあるのに、あんな人がまだ、あんな才能を持っている人がまだこの世の中にいるんだっていうのが、ちょっと衝撃的だったですよね。ちかさんすごいな。あと、なおこさんから。ねえ、あの方も、 僕の中ではすごく印象的で、ねえ、とてつもないものを放っているなっていう風に思いましたね。いや、なんかこう、自分に自信がないんですって、かなりおっしゃってたじゃないですか。皆さん結構言ってましたよね。なのにもかかわらず、パフォーマンスした時のいでたちというか、雰囲気というか、もう、ものすごいもの持っていて、圧倒されましたね。いや、え、嘘でしょ自分に自信がないって本当って思ってしまうぐらい、 いや、すごかったですよ、ね、俺。ちかさんすごいな。だって、ね、あの、お二人、ね、スカイハイさんもそうですけど、チャンミナさんもそうですけど、もうすごく興奮されていたし、まあ、あとは、なんかいろんなオーディションから来られている。まあ、だからその当時選ばれなかったけど、今回も挑戦します、トライします、チャンミナさんのもとでっていう方々もいらっしゃるみたいで、かなり話題になっていましたけれども、いやー、 すごいオーディションになりそうだなというふうに期待をしております。ここから誕生するガールズグループはもう本当に新しいものというか概念を覆すようなガールズグループになるんじゃないかなというふうに期待をしております。で、もう一個今回の1話を見ていてというか、まあ、二次審査の様子を見ていて印象的だったのがボーカル審査のみだけだったのかなわかんない。なんかダンスの審査をやっているような感じの素振りは全くなかったですよね。まあ、これがね2回目以降に放送 されるのかわかんないんですけれどもでもなんか踊ってる様子っていうのがなかったので本当に歌ってるのみ だったたのでそこがちょっとねね気にはなりました、ね、あ踊らないんだダンス審査なかったのかなっていうふうにはちょっとねえ思ったんですけれどもでもさそのさそんなのどうでもよくなるぐらいボーカルのさもうすごさ歌がすごすぎて声がすごすぎてなんだろうそのちゃんみなさんが言っている声でね人生が乗るというか声が全てだって言ってるのがなんとなく伝わってきますよね。 うーんなんかすごいものを持っている方がたくさんいらっしゃいましたね30人ね最後の方に30人さ進む30人がバーって明かされていく中で、まあ、全員がちょっとねレベルが異次元すぎてというか本当にどえらいことになっているなというふうに思いましたねもう3次審査からはなんかもうパフォーマンスっていうところに入っていくみたいなので多分チーム分けされていくのかなおそらくそんな感じの内容になっていくみたいなのですごく楽しみだなというふうにね思ってます っておりますねいやー楽しみだなーでねなんかもうファイナルはさ K アリーナで行われるっていうのも発表されてるんですよね。K アリーナで最終審査と、えー、ガールズグループのメンバーの発表が1月11日 K アリーナで行われるっていう「ノーノーガールズザファイナルが行われるっていうのが発表されてるので、えー、最後の瞬間をねえ皆、ー、ん で見届けられるっていうことになっているみたいなので、それもそれでね、詳細はね、後日発表とのことなので、楽しみだなというふうに思いますし、まあこれがね、ノーノーガールズがしっかりこう社会現象というか、世の中にね、広がっていくと嬉しいなって思っております。まあなんかこう日テレさんでもね、番組もやられるみたいですし、Hulu でも完全版がね、放送されるみたいなんですけれども、 しっかりとね、なんかこういろんな人を巻き込んでほしいなって思いますね。やっぱさ、ガールズグループって難しいっていうイメージがあるじゃないですか。皆さんもありませんなんかそんなイメージ。特にやっぱこの今においてですよね。日本からデビューするガールズグループがこう活躍するのが難しいみたいなイメージがあるじゃないですか。やっぱ K-POP ナイズされたものが、あまあね、メインになってきている中で、まあ今回ね、このノーノーガールズから出ていくガールズグループが、やっぱどこまでヒットできる かかっていうのはなんかこうノー,ノーガールズこのオーディション番組の成功もね一つ関わってるような気もするのでここでね多くの人を巻き込めるといいかなと思いますし個人的な感覚としては女子に応援されるガールズグループ特にやっぱ中高生とか若い世代の女の子に応援されるガールズグループは なんかね、とてつもないムーブメントを起こすイメージがあるので、そうなっていくといいかなっていうふうに思いますので、そこにね、うまくリーチしていくといいかなと思います。まあもちろんね、他の世代でも全然ね、あの、成功するとは思うんですけれども、なんか今時のね、このガールズグループというか、こう、流行りのね、 中心はやっぱりこう TikTok 世代というかね中高生若い女の子たちだと思っているので個人的にねなのでそこにねうまく刺さるといいなというふうに個人的にはね、えー、感じて、えー、おりますので,で、まあ、これからね「ノーガールズまあね本格的に2話3話と進んでいく中で激化していくと思うんですけれどもその中でねどんな、ね、オーディションが繰り広げられているのかっていうのはねまだ始まったばかりなので、えー、ここから先がね、えー まあ待っているので楽しみにしていきたいなという風うにね思っておりますまあ、1話としての感想はねそんな感じですかねだから期待感が膨らんでいるのとすごく洗練されたオーディションになっているなというイメージですかねあとはちゃん皆さんのこの愛らしい感じがすごく素敵だなと思ったのと実力者が本当に集まっているなっていうのが感じられたっていうのと まあ本当にコンセプト通り本当に実力というか声歌のみにフォーカスをしているっていうところですよねパフォーマンスというかそういうところにフォーカスをしているだから本当にそれ以外の情報は本当にね興味がないんだなって思ったっていうところですかねはいというわけでですねまあ今回はですね以上になりますこれからねリアルタイムでしっかりとこのねオーディション番組追っかけていってリアルタイムでね感想を皆さんと共有していきたいなと思います本当ねリアルタイムでオーディションこのね見れるの嬉しいですよねめちゃめちゃ楽しい にしております。見届けていきたいなと思っております。以上。あ、自己紹介してなかったドヤハルでした。チャンネル登録、高評価、コメントお願いいたします。また次の動画でバイバイ。